はいそれではインタラクティブシステム特論の第5回を始めたいと思います今日は聴覚に関するお話ということになります1日で聴覚の話を全部やるということですねで3つメインでお話ししますまず、まあ、聴覚のメカニズムそして2つ目が聴覚のパーセプションについて、まあ、いくつかのイリュージョンについてもお話したいと思います そして最後にインタラクティブシステムとしての聴覚の利用ということについていくつかお話していきたいと思います。でその中では副思考学的なお話も少し入ってくるかと思います。というわけでまず耳のメカニズムなんですが、まあ、耳は大きく分けて外耳、エクスターナルイヤーと中耳、ミドルイヤーと内耳、インターナルイヤーというのに分かります。で外耳というのは、まあ、耳飼という、まあ、耳タブのところから鼓膜の手前までそして中耳というのは鼓膜からこの骨の部分 えと3つの骨があるんですがその3つの骨の部分そして内耳というのはその先の部分ということになりますここで1つ NIH のビデオを見ていただきたいと思いますでこのビデオで大体外側からの音の入力がどうやって処理されていくかというのがお分かりいただけるかと思いますじゃあちょっと見てください Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate. Which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair like structures called stereocilia. Sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. 話は尽きてるんですが、まあ、一応詳しく説明していきたいと思います。まず1つ目が外耳ですね。で外耳というのは、まあ、磁界と言われている部分と外耳道ということからなります。で磁界は何の役目を果たしているかというと、まあ、形からお分かりのように集音の効果がもちろん1つありますで。もう1つ重要なポイントは何かというとこの磁界が、まあ、変な形をしているで変な形をしていることによって外側からの音の方向によって周波数的なフィルターがかかります。 つまり前からの音と上からの音あるいは横からの音後ろからの音というのが同じ音であってもこの次回の形によって周波数的にちょっと変わってくるわけですねフィルターがかかるということになりますでそれによって、まあ、あの音の方向が分かるということが一つありますのでそれも重要な次回の役割ということになりますで次が外自動ですが 外耳道は大きさが2.5ミ、mm、リ長さが2.5から3.5ミ、mm、リぐらいですでこの長さが意外にポイントになりますどういうことかというとこの長さを4分の1ラムダとしたようなまあ共鳴というのを考えることがもちろんできるわけですがまあ型段の共鳴ですけれどもこの共鳴の周波数が大体3から4ヘルツというふうに言われていますで3から4ヘルツっていうのは何かというと実は人間の声 にとってかなり重要な部分を、まあのコンンポーネントになってるんですねなのでこれは実はこの外耳道の長さというのは人間同士の音声コミュニケーションを強くサポートするようなそういったメカニカルな構造になっているという解釈をすることもできます。 で外、まああの誰もが知っているような耳タブと,と耳の穴ということになるんですが実は意外にこの外耳の段階でヒューマンインターフェースというのを考えることができます。でこれは CHI の会という国際会議の2015年のボディープリントという研究なんですけれどもこれは何をやったかというとスマートフォンが最近はマルチタッチになっていると。 で、このマルチタッチになっているスマートフォンを体の部分に押し当てることによって、まあ、一種の認証ができないかということをやったものです。で、この論文の結論としては、まあ、実は結構耳がいいぞということを言っています。 でこれはある意味当然でして実は耳の形の耳紋というものがありましてこの耳紋というのは実は指紋よりも昔から犯罪捜査に使われていたようなものなんですねつまり個々人で違うということが昔から知られていたものだということになります、まあ、こんな形で実は耳の形のレベルでヒューマンインターフェースとして役に立ってしまうというような事例があるということです で次が中耳でですすねミドルイヤーですで中耳というのは、まあ、鼓膜から3つの骨、えー、土骨筋骨アブイム骨というまあ3つのまあ特徴的な形を持ったこの骨で持って、まあ、振動が伝わってそれで内耳の方に振動が伝わるということになりますで鼓膜は大体いい直径としては8から9ミリということで知覚可能な最小の振幅は0.12マイクロメートルと随分小さいものになります で3つの骨ですけれどもこの3つの骨は実は筋肉によって宙づりにされているような形になっています。でこの筋肉があることによって実はものすごく強い音がドーンと入ってきた時にその骨を硬くしてやることによって伝達を阻害すると鼓膜を破ることなく鼓膜を傷つけることがないようにするというような反射現象というのがあります弱反射と言います。 でさらに、まあ、この中耳の部分には時間という穴が下の方についていましてそれは気圧調整、まあ、耳が痛くなるような現象の時によく分かると思いますけれども気圧調整をするような穴ということになります。で中耳に関してですけれどもよくこの3つの骨が力を増幅しているあるいは振幅を増幅しているというような言い方をするのを聞いたことがある人がいるかと思います。 でこの辺はですね、少しちゃんと物理的に理解しておいていただきたいんですが、実はこの中耳の部分による力の増幅というのは、基本的には一番大きくは、鼓膜の大きさと、それから末端、3つの骨の最後の末端の部分、オーバルウィンドウといいますが、この窓の大きさの比率によって、まあ、支配的に決まります。この大きさの比率が大体17倍ぐらい違うと。 いうことによって実は力が17倍に増強されるということが行われていますで、骨による力の増幅というのはだいたい1.3倍程度なので実は骨による増幅というのはそれほど大きくはないということがわかりますで、なぜこの増幅と言われていることをしなきゃいけないかということなんですけれどもこれも物理的に理解してくださいどういうことかというと外耳の部分から入ってくるものは空気の振動です でそれに対してこの後内耳といわれているこの後のカタツムリ感この,この図でいうと紫色の部分の部分というのは実は中身は液体ですつまり空気の振動を液体の振動にしなければならないということになりますで実はこれはかなり大変なことですというのは例えばまあ空気中にいる我々が液体に対して液面に対して大声で叫んだとしても液面はそれほど振動はしませんよね ですからこの時にいわゆるインピーダンスマッチングということを行う必要があるつまり空気の力を対普通にしてしまうと大半が水面で反射してしまうその反射をなるべく抑えて水にエネルギーを効率的に与えなきゃいけないということでここでは力を増幅するという形で、まあ、この、まあえー、増幅機構になっているということになりますそこをご理解いただければと思います でこの中耳の特徴的な構造によって中耳検査というのがいくつかあることが知られています。で1つ目の、ね、中耳の検査方法はティンパノメトリーと言われている方法です。これは何かというと中耳の部分の気圧を、まあ、外気圧を変動させますで外気圧を変動させた時に鼓膜であるとか耳小骨の振動のしやすさが変わるかどうかということを検査するということによってその部分に異常がないかということを調べる方法があります。 でもう一つの方法として中耳の検査として知られているのが自傷骨筋反射検査と言われているものがありますでこれは何かというと先ほど言ったように鼓膜に大きな音が入力された時この筋肉の発活動によりましてまあ 振動が鼓膜の振動が内耳に伝わらないように反射するようになるという減弱反射というのが知られているんですね。その減弱反射がきちんと起きているかどうかということを調べるというのがこの耳障骨反射検査の概要ということになります。で最近ですねこの辺の話でちょっとひょんなトピックがありました。 何かとと、いうとこれは2018年の研究なんですけれども実は目がサッケード運動まあもう皆さんご存知かと思いますが目が急速にジャンプするような運動をした時に実は鼓膜に振動が発生していることをこの中耳の検査の方法で検出することができるということが分かったんですねつまりこれは目のサッケード運動の時におそらく中耳の部分の骨 に伝う骨の部分の筋肉に何らかの指令がいっているということを意味しています。でこの理由付けというのはこの論文の中でも明らかにされてはいないんですが新しい現象なのでまだはっきり分かってないところが多いんですがただ筆者らの考察としては視覚がさっきの時というのは視覚が劇的に変化するわけですね。 でその劇的に変化するというときに聴覚側に信号を送っておくことでまあ、視聴覚間の最対応付けに役立って,ているんじゃないかというようなまあ、考察をしているというような研究になりますかなり面白い話かなというふうに思いますで次が内耳ですねインターナルイヤーですで先ほども言いましたように内耳というのはカタツムリの形をしている ただ、カタツムリの形をしているそのぐるぐる巻きの部分というのが下牛管というふうに言いましてそこが音を対応しているんですが実はそれとは違うような機能のとして三半規管の部分それから乱系能と言われている部分の2つがあります。この2つは今日は詳しくはお話ししませんがそれぞれ角加速度であったり加速度であったりを検出するというまあメカニカルなセンサーになっているんですね。 ですから実は人間の耳の部分というのは非常にたくさんの情報を外部の情報をセンシングするような機能が1箇所に集まっている部分だということができます。でこの内耳の部分をもう少し詳しく見ていきますがこの下牛管の部分のカタツムリの部分を伸ばしていくと、まあ、この伸ばされた部分というのは、まあ、実は1本の長い管になっています。でこの管というものなんですけれども実は、えー 中耳の部分からの入力振動の入力は卵けい層卵型の円の窓と書かれる卵ケー層の部分に入力されます。でこの管の中身の液体というのは一種の水まあほぼ水のような液体なのでこの中の体積は変化しないんですね。 水は普通体積変化しませんですから卵形層が押された時にどこかがぷくっと膨れなきゃいけないんですがそれが実はこの図の下の方にある正しい円の窓と書いた正円層と言われている部分ですそういうような構造で一箇所から押したり引いたりすると別の場所がポコポコと動くというような形になっていますでこの図で特に重要なのはこのカタツムリの管の中の緑色で示されたこの まあ二つまあえ仕切りの部分ですでこの仕切りの部分が後でお話しするようにまあえ聴覚のまあ実際の知覚を司るような神経が存在している場所になります。そのの部分のことを規定膜とを膜いいうふうふに言いますで先ほど言いましたようにこの「基底膜」で区切られた上の部分からまあ振動が入力されるということになるんですがその上の部分からの振動入力によって基底膜が振動するということが起きます。 で、この基底膜の振動をまこのま細かいところで見るところのまえ、神経感覚神経が検出して脳に到達するということになります。で、そこを詳しく見てみます。で、基底膜の振動というのは、要はま左側の図にありますように。上の部分を千円荘をボコッと押しますと。とま膜が全体的に下に下がるというようなま理解がまず考えられます。 ただ、この静音層の振動というようなが大きくなってきます。と、実はこの基底膜上を振動が伝播していくと、まるで無知のように振動が伝わっていくという現象が生じます。ただ、この振動の伝わり方に関しては、実は低いって音、例えば100ヘルツのような低い音に関しては末端にまで伝わっていくんですが、高い音に関してはすぐに減弱してしまって、入り口付近ですか振動が伝わらないということになります。 ですから複合的な音を聞いたときには実は膜の上には一種の振動の分布ができていましてこの空間的な分布でもって我々は周波数分解をして聴覚的な知覚を生じているということになります。 で基底膜が実際に振動したときにその振動がどうやって伝わるかどうやって神経活動に伝わるかということなんですがそこで存在しているのが有毛細胞と言われている細胞ですでこの写真からもお分かりの通りまり、あ、細胞の、まあ、頭の部分に毛が生えているまるで歯ブラシのような毛が生えているという構造をとっていますでこの細胞の毛の部分が実は、まあ、左右に動いたときに メカニカルな構造になっていまして、まあ、糸のようなもので伝わってつながっているような構造になっていまして、まあ、このブラシが左右に動くと、チャンネルが物理的に開いてしまうという構造になっています。でこのチャンネルが開いて開くことによって、この細胞が全体として神経活動を生じるということになっています。ですから、メカニカルな構造なんですね。こ,のこれまで耳のお話をしてきましたけれども、すべての耳の まあ役割というのは外耳道の部分からこの神経活動の入り口の部分に至るまで極めて精密なメカニカルな構造だということが言えると思います。でこの有毛細胞ですけれども実は内側と外側に特徴的な2種類の有毛細胞があります。内側の有毛細胞のことを内有毛細胞というふうに言いましてこれは1列だけ存在します。 で外側の有毛細胞のことを外有毛細胞と言いましてこれは3列あることが知られているんですねでそれぞれ個数的には3,500個でもう片方が1万2,000個ということになっていますで実はこの有毛細胞のうち内有毛細胞だけが感覚神経ですつまりこの活動が脳みそに伝わって我々の知覚を生んでいます それでは外有毛細胞は何の役割を果たしているかというと実はこの外有毛細胞は一種のアクチュエーターなんですね。でこの外有毛細胞に対しては、まあ、遠心性の神経がつながっていまして、まあ、神経活動によって有毛細胞がプルプルと動くとでこの有毛外有毛細胞が動くことによって、まあ、何らかの内有毛細胞の神経活動を調整しているんじゃないかというふうに言われています。で さらに細かいところを言いますと実はこの内有毛細胞と外有毛細胞の上に硬膜という膜があります。でこの膜とつながっているのが外有毛細胞で内有毛細胞はつながっていないんですね。なので外有毛細胞が動くことによってこの硬膜とそれから基底膜のとの相対位置関係がちょっと動くということになるわけです。 でこれが実際の顕微鏡写真ですが外有毛細胞が非常にまあ整然としたアクチュエーターだなというような形をしているのに対して内有毛細胞はまあどちらかというともうちょっと乱雑な形をしているというのがお分かりいただけるかと思います。でこの外有毛細胞が先ほどアクチュエーターとして働くというふうに言いましたがそれを利用した耳の検査方法として「ジオン競歩者 OAE」まあ e、と言われている検査方法が知られています。 でこれは何かというと、まあ、下牛の中の、えー、外有毛細胞が活動することによって実は音を発生するでその音の発生というのは実は外部からの刺激に対して反応もするし、まあ、無音時にも自発的に活動するとされていますですからこの外有毛細胞の活動の音を聞くことによってちゃんと内耳が活動しているということを音として検査することができるんですね でこれはどういう時に使うかというと赤ちゃんに対して新生児に対して使っていますなぜかというと新生児の赤ちゃんというのはちゃんとイエスノーで回答することができませんのでそれでもこういった自音強放射を使ってやれば耳の機能が少なくとも内耳まで正常かどうかということがわかるわけですこれ実際の動画ですけれども、まあ、こんな感じで耳に入れて スピーカーとマイクと一体になっているようなものを入れてこれで検査するということが必ず行われるものになっています。で次に聴覚のパーセプションについてのお話をごく簡単にお話していきたいと思います。 でここまですでにお話ししましたけれども音は周波数分解されて知覚されますでこれはあの、まあ、当然ですよねあの内耳の規定膜の部分ですでに周波数分解されているわけですから脳みそはその先にあるということで、まあ、周波数分解されたものが一種のパターンとして知覚されるんだということは、まあ、お分かりいただけるかと思います。 で具体的な周波数は約 20Hz から 20kHz と言われていまして 20kHz よりも高い音のことをウルトラサウンド超音波というふうに呼びます。でこの 20kHz というバウンダリーは、まあ、20Hz の方もそうなんですが年を取るにつれてどんどん悪くなっていきます 20kHz の方は下がっていきます。 例えば、40歳代、50歳代というふうになってくると、20kHz まで聞こえる人というのはあんまりいませんで、16kHz、下手をすると 10kHz というふうに下がっていきます。ですから、いわゆるモスキートノイズというのが知られていまして、あのカノプーンという音ですね。あのカノプーンという音は、実は高齢化が進みますと、その音を聞き取ることができないということが知られていまして、 よくある話ですけれども、例えばスマートフォン、電話の待ち受け音、音声として、可能音を使ってやると、実はまあ授業中にバレないと、授業をしている先生がもし高齢の方だったら授業中にバレないというようなお話はよくあったりします。で、音が周波数分解されて知覚されるという話をしましたが、それの典型的な一つの例がフォルマントと言われているものです。それがこの右の図です。でこれは何を意味しているかというと、我々が、あ、 いうえおというようよな母音で我々は例えば男の人が低い声で「あ」というふうに言っても女の人が高い声で「あ」というふうに言っても同じ「あ」というふうに近くできるわけですね。ということは単なる周波数の絶対的な量で「あ」を「あ」であるというふうに理解しているのではないということになります。 でこの辺はまあ昔から非常にたくさんの研究がされていまして、その結論としては、実はまあ1つ目のピーク、第1フォルマントといいますが、それと2つ目のピーク、第2フォルマントといいますが、その2つのピークとの相対的な関係によって、母音の種類を見分けているんだということが分かっています。ですから、ま、あ あの低い声の男性であっても高い声の女性であったとしても、まあアはあというふうに聞こえるというのが分かっているわけです。で、この辺の話のまあ一つの面白い帰結として、実はピアノに対して喋らせることができるということが知られています。で、これはちょっと学部の方の授業でも何度かお見せしたので、知ってる見ている人多いと思うんですけれども、スピーキングピアノあるいはトーキングピアノと言われている動画があります。 でこれは実際に見てみてください。この授業では流ししませんけれども、YouTube の方で見てみてください。実際にピアノをメカニカルに動かしてやることによって、フルマントを作るということをやってやると、人が喋っているかのようなピアノの音というのを出すことができます。ぜひ聴いてみてください。 で音に関すする知覚の話を続けますで先ほど周波数構造が重要だという話をしましたが実際に例えばある周波数の音というのを聞いた時に我々はどういうふうに知覚しているんだろうかということを考えますでここでは3つの音を聞いてみましょう1つ目が正弦波聞いてみてくださいこういう音ですで2つ目が区形波こういう音ですで3つ目が三角波こういう音です でこの3つの音というのを我々は音色が違うというふうに表現しますですけれども3つの音は3つの音が3つの音なりに何かしら同じであるというふうに考えられるつまり同じまあここで言うと基定音ということになるんですがその基定音の部分が同じであるということを我々はどうやら知覚できる能力があるんだということが分かります この規定音の部分に関して面白い現象が知られています。でそれをミッシングファンダメンタル現象というふうに言いますで。これは何かというと、実は規定音を失ったとしても、我々は倍音の構造から規定音を推測できてしまう。まるで規定音を聞いているかのように感じてしまうということが知られています。でちょっと聞いてみてくださいで。このグラフを説明しますが、このグラフはそれぞれ 横軸軸がが時間で縦軸が周波数を表していますでまず一つ目、これは左端の音です。まあ、ドレミファミレドミファソラストファミという音ですが、これは完全に制限波でもって、まあ、そういった音を作ってやったわけですね。二つ目の音を聞いてみてください。これは真ん中の音です。 まあこれは実際に私が倍音構造を作って適当に作ってやってそれでもって、まあえー、演奏してみたものです。でこれで聞いてみると倍音構造があるということを倍音構造があることによって何かトランペットのような音になっているということが分かりますし、まあ、それであっても規定音のドレミファミレドもイファソラスファミというのはまあ普遍に感じることができるということになります。で問題は3つ目の音です。 で3つ目の音は初めから種明かししておくと、まあ、右のグラフを見ていただくとこの基定音の部分というのを、まあ、ほとんどなくしてしまっているんですねでその代わりに倍音構造の高い部分だけを残してやってその倍音構造間の間隔がちゃんと基定音と同じ周波数になっているというような状況になっています聞いてみてくださいいきます ということで、まあ、これあの誰が聞いてもおそらくだと思いますけれどもちゃんとドレミファミレートもインファストラスファミという、まあ、音の変化というのを、まあ、聞くことができてるわけですね。つまり、まあ、規定音がなくても我々は規定音を推測するということが自動的に行われているようだということになります。 でこういったミッシングファンダムゲッタル現象というのは実は応用先があります。何かというと、小型の、まあえー、テレビですね、ちょっと小型のテレビを想像していただくと、実は小型のテレビで何が大きな問題かというと、スピーカーが小さくなってしまうという問題があります。 でスピーカーが小さいと何が問題かというと,ちょっとこの後もお話しすることがあるかと思いますが小型のスピーカーは低い音を非常に出しにくいという性質があります。ですから、例えば 100Hz の音をどうしても出せないということになると。 でそれに対して実はミッシングファンダメンタル現象を使ってやると 100Hz を出せない代わりに200、300、400、500Hz を出してやることによってあたかも 100Hz があるかのような感覚を味わわせるということができるわけですね。でこの方法は実際に薄型のテレビなどで使われている方法ということになります。でバイオン構造の応用ということでまた別のものも持ってきました。 でこれは何かというと、MP3 プレイヤーの話なんですけれども、MP3 プレイヤー、MP3 などの圧縮だと、まあ、圧縮をなるべく効率よくするために、高周波部分を思い切ってカットしてしまうということが行われますで。それをそのまま再生すると自然に聞こえない場合があるわけですね。ただ、その場合に、まあ、楽器の場合だから大体はバイオン構造でしょうというふうにまあ当たりをつけてやりますと、実はコピーペーストをしてやって、高周波成分を、まあ、 保管をしてやるということをやってやると実はかなり正確なといいますか自然な音に聞こえるということが分かっています。これれは倍音構造ののの応用の一つ,と一つの事例かというふうふに思われます、はい、でこれまで周波数的な構造を我々は知覚しているんだという話をしましたがそれの一つの事例としてまた別の事例としてシェパードトーンあるいは無限音階と言われている現象についてお話しします。 でこれは何かというと、まあ、このグラフを見ていただければ分かるんですが時間に沿って周波数的な成分がだんだんと上に上がっていくようなものをまあ書いていますただし実際には上に上がっているのではなくて、まあ、まるで床屋さんですね床屋さんの白と赤と青の縞模様が無限に上がっていくようなパターンがあるのをご存知だと思うんですがあれと同じように あたかも無限に上に上がっていくかのようだけれどもずっと永遠に続いているというような周波数構造を作ることができるわけですね。で、こういった周波数構造を実,実際に作って聞いてみると、実際に無限に上昇しているような感覚を体験させることができます。ちょっと作ってみましたので聞いてみてください。いきます。 聞こえていたかと思いますので、まあちょっと次のお話に進みたいと思います。で、次に音源定位のお話をしたいと思います。で、音源定位、当然非常に重要なわけですね。で、音源定位は基本的には右耳と左耳を使ってその差を使うため、使うことによって左右を特定するという方法と。それから次回の形を使って上下を扱うという2つのまえ方法があります。 で右耳の差と左耳の間の差というのは実はそれも細かく分けると2つあります1つは時間差あるいは位相差で2つ目が強度差ですでこの2つについてちょっと後でお話ししますで上下方向の転移に関する次回による話というのは既にお話ししましたつまりどういうことかというと上下方向あるいは前であるか後ろであるかという話というのは実は右耳と左耳の間に差が生まれ得ないんですね ただし耳の形が特殊なもんですから実は前からの音と後ろからの音あるいは上からの音というのは周波数的なフィルタリング特性が違うですからそのフィルタリング特性を考えてやると実はま普段聞いているような音であればあこれは上からの音じゃないかあるいは後ろからの音じゃないかということを知、ま、覚、あ、することができるということになりますあちなみに上からの音 いいうのは実は実相当難しいですなぜならそれを普段ほとんど体験しないからですね。で同様に実はこういった磁界による音色変化ということを考えていると順音の定位というのはまあほぼ不可能であるということもまあこれからお分かりいただけるかと思います。で2つあるという話をしましたが1つ目は位相差です。 ここれはどういうういいとととかというと右耳と左耳で低い周波数の信号が与えられたとするでそうするとこの,この制限波の動きに対して制限波が入力に対して神経活動というのが位相ロックされたような形で同じ周波数で生じるということになるんですね。 でまあ、ただ同じ周波数といっても音が弱い場合には活動したり活動しなかったりということはもちろんありえますただし基本的にはこの制限波のある一層の部分で、まあ、神経活動を生じるということになります。 でこれ右耳,耳と左耳で、まあ、両方とも生じるということになるのでこの2つの神経活動右と左の神経活動の間の時間差を取ってやるということをすることによって、まあ、高精度に位置決めをしてやるということができることになりますでこの時間差を取ってやるために、まあ、軸作神経軸索の電波音を使うというお話は実はこの授業の第1回でお話したことかと思います。 でそれに対して実は高周波になってくると問題が生じてきます。何かというと高周波になってくると例えば 2kHz、3kHz というふうになってくると神経活動にとってあまりに制限波が速すぎるようになってくるんですね。 でこれを神経の不応期と言います神経というのは一度パンと活動するとその後絶対不応期相対不応期と言われている時間の分だけ、まあ、次の活動を生じない時間というのが必ずあるんですねですのでものすごい周波数で神経活動を繰り返すということはそもそもハードウェア的に無理ということになりますですけれども高周波の振動が、まあ、音が伝わってきた場合には まあなんとか伝えてやらなきゃいけないということになるので、ほとんどこの場合神経活動としてはランダムなものになります。ですからこういった場合には高周波の場合にはタイミング右耳と左耳の神経活動タイミングを使うことができなくなります。ですからこの場合高周波の場合には右耳と左耳の音圧の差を使うということが実際に行われています。 でしかもこれは非常にうままくできていますどううまくできているかというと高周波の音というのはそもそも低周波に比べて直進性が高いわけですつまり波が短くなってくるので、まあ、回り込みという現象が起きにくくなるので直進性が高くなるですから高周波の音はもともと右耳と左耳の間の音厚さを生じやすいということになりますそういった物理的なアドバンテージと この神経活動としてのリミテーションがうまく組み合わさって高周波に関しては音圧差を使っているというふうに理解いただければと思います非常によくできていると思いますはいでここからはインタラクティブシステムということで聴覚に関するデバイスに関するお話をしていきますただ基本的にはその辺にあるようなスピーカーやマイクのお話をしていきますのでそれほど真新しいお話ではないかと思います 一番よく知られているものが電磁誘導型のスピーカーとマイクですね。これは非常に多くのスピーカーに用いられていますしマイクにも使われています。通常の場合は大型の磁石を固定してやってそしてムービングコイルといわれているコイルを振動させてやるとこのコイルを紙などのコーンに貼り付けておくということによって振動させてやるということをやります。 実は最初期、一番最初の頃っていうのは磁石が振動するというタイプだったもらしいんですけれども実際、コイルの方が非常に軽いということで高周波まで駆動することができますのでこういった形で普通は使われています。ただ、この辺もですね技術バランスというのは大きく変わっていっているのでもしかしたら今後実は磁石の方を振動させる方が有利という状況も生まれているかもしれません。 実際に磁石というのは強力かつ小型非常に小型のものというのができてきていますのでこの辺の技術バランスは変わるかもしれないというふうにはご理解くださいでちなみに電磁誘導型のマイクというのもありますがこれは非常に低コストですしロバストで湿気,に湿気に強いということで例えばコンサートホールなどで使われているようなこの写真にあるようなマイクというのは電磁誘導型のマイクということになります。 でそれに対してコンデンサータイプあるいは静電タイプのマイクやスピーカーというのも知られています。でこれはまあ簡単な原理でして2枚の電極板を用意してやってその電極板の間の距離が変われば静電容量が変わるということでそれによってマイクにするかあるいは電圧を加えることによって距離を変えて音を出すかということでコンデンサーマイクあるいはコンデンサースピーカーということになります。 でコンデンサーマイクに関しては非常に硬く作ることができるので共振周波数が高いつまり過長域ではフラットな特性を持つとされているのでまあ、小型で高性能なスピーマイクというふうに言えばコンデンサーマイクというのがまあ今の技術的なバランスですでコンデンサースピーカーに関してはこれは大平面大きな平面でスピーカーを作ることができるというのが一つの特徴でまあ、そういった用途に使われていることが多いかと思います でもう一つ代表的なスピーカーマイクの形として圧電タイプというのがあります。ここれは圧電素子を用いたスピーカーカやマイクのことですで特に圧電スピーカーに関して言うとこの左側の写真がそれでしてメタルの金属製のダイヤフラムというのをピエゾを貼り付けてやってピエゾを伸縮させることでこのダイヤフラムを湾曲させてやるということによって効率的に音を発生させるということをやっています。 でこの場合、音は非常に悪いんですけれども、非常に小型で安く作ることができるので、特に,この場合には共振周波数でしかほとんど振動しないんですが、ブザーなどに利用されることが多いです。でこの圧電素子を用いたマイクに関しては、これは実はコンタクトマイクとして多用されていまして、空気中の音は拾わずに、例えば楽器であるとか、別のコンクリートであるとか、そういったものの振動を。 捉えるというような一種の計測機器としても使われています。で、コンタクトマイクという話がありましたので、まあ、少し脱線して NHK の昆虫マイクについてもこれはちょっと見て,いておいていただければと思います。これあのこの NHK フォースクールのリンクを見ていただければ、まあ個体を伝わる音ということで、ま昆虫の歩いている音、何かをかじっている音というようなものを実際に検出するということに成功しています。 この場合には、まあ、おそらく、まあ、私も詳しくは知らないんですけれども、まあ、電磁誘導型のマイクが使われているんじゃないかと思いますで他にです、ね、例えばレーザーマイクというのもありますでこれは何かというと、まあ、例えばドップラー放火方式というのが知られていましてこれは空気中に音が伝わるとその音のそ密波によって、まあえーえー、光の伝わる、まあ、スピードが変わるということで、まあ、これによってまあ まあ、音を検出することができると、まあ、空間的に音を検出するという方法ですね。で2つ目が干渉系を使った方法でこれは右側の,ものを見て図を見てください窓に対してレーザーを当てて帰ってくるよ,うな来るようなものを見てやるということをやってやると、まあ、干渉の方法を使ってやると窓の細かな振動を検出することができるということになります。 でこのレーザーマイクはです、ね、実際になんかスパイ的な方法として、まあ、遠くの、まあ、例えば大使館の窓の振動を検出することによって盗、まあ、頂的な方、まあ、用途で使われたということが知られています。でちょっと変わり種のものとして温度スピーカーというのを紹介しておきます。でこれは何かというと、まあ、熱を単純に与えるだけで実はスピーカーとして使えるんだという面白い方法です。 これは何かというと温度っていうのは伝わるのは遅いというふうなイメージがありますけれども非常に小型に作ってやると実は微小世界では体積に 依存してて温度ののの伝わわり方というのは変わってきますので小さい世界では非常に高速に伝えることができるということで実は温度を伝えるだけつまり電流を流すだけによって音を発生させると熱による膨張で音を発生させる方法というのは実は非常に高帯域ないい音のスピーカーとして使うことができるんですねただし非常に小型のものに限定はされますけれども面白い方法だと思います でここで、まあ、スピーカーボックスについてのお話も少し読みやお話としてしておきます。これ実際に音を扱うということを実際に研究で行ってみますと、まあ、実は重要なポイントになってきますで。スピーカーというのを振動させるということをさっきまでお話ししましたが、実は振動させるだけでは、音というのは強く外に伝わっていきませんで。それはなぜかというと、一番左側の図にありますように、スピーカーの表面から、まあ えー、強い圧力が発生した時にその裏面には負の圧力が発生するわけですねですからこの時に何もしないと表面の正の圧力と裏面の負の圧力が打ち消し合いまして実はこれでほととんど外側に音が広が広っていいいかないということが生じますでこれを解決する一つの方法はこの表面と裏面の間に硬い板を用意することです。これが左から2番目の図ですね で実際にこの硬い板というのを壁面全体をこの硬い板というふうにしてやるということももちろん考えられます。実際にそういうことをする人もいます。1つの部屋を、まあ1つの部屋、2つ部屋を用意して、その2つの部屋の間にスピーカーを設置するというようなことをする人すらいます。ただし実際には左から3つ目のスピーカーボックスというのを使うのが普通です。つまりこのスピーカーボックスというのは、 表面と裏面の制圧と負圧が互いに打ち消し合うということを避けるそのためにスピーカーボックスというのが必要になるということになりますですからこれですぐ分かることはスピーカーボックスが小さいと低い音が出しにくいということがすぐに分かるんですねつまりスピーカーボックスが小さい場合には負圧による影響つまりスピーカーボックスの内部の圧力変化というのが大きくなってしまうですからそれにつられて まあ、音を出ししににくくななってままううとということになりますですから実際にスピーカーボックスというのは、まあ、オーディオの世界ではすごく大きなスピーカーボックスを使うというのが、まあ、値段の高いオーディオの世界ではよくやられているわけです。で、付加的なスピーカーボックスの役割として例えばそのスピーカーボックスに他に穴を開けてやるということをすることもあります。それはまあ一番右のものです。 でこの場合何が,あるかと何が起きるかというと先ほど負圧が裏側に発生すると言いましたがこれ裏側の部分とそれからこの穴の部分との間の距離をうまく調整してやるとある周波数帯では実は表面である周波数帯の音が増強されるという現象が生じますつまりこれによってスピーカー単体ではちょっと 不得意な周波数領域というのを増強しているというような役割を果たすということになります。で先ほど、まあ、音をキャンセルしてしまうということを言いましたが今度は逆に音をキャンセルすること自体が一種の機能として使われているものがあります。それがアクティブノイズキャンセルと言われているキャンセリングと言われているものです。 でこれおそらく多くの方がご存知かと思うんですがどういうものかというと、まあ、耳の付近の外部からの音を拾ってやるとでその外部から聞こえてきた音というのを逆位相でもって今聴いている音楽に頂上してやるということをします。 そうしてやると耳に到達する時に外部からの音圧が完全に消された状態というのを作ることができましてそうすると外側の雑音というのがほとんど気にならなくなってしまうという状況を作れるということになります。 でこれですねヘッドホンの場合には意外と簡単なんですね。要はヘッドホンの外側でマイクで拾ってやって、そしてヘッドホンでその逆位相を再生してやるということでうまくいきます。ただ実際にはこれヘッドホンだけにとどまらない技術でして、例えば自動車の中をなるべく音を静かにするというような場面でも使われていたりします。そういう場合には設計はかなり難しくなります。 でこのアクティブノイズキャンセリングの方法の説明からすぐにお分かりいただけるようにこれは低い周波数ではかなりうまくいくんですが高い周波数の場合にはなかなかこのキャンセルというのはうまくいかない方法ということになりますですから実際にはこういったヘッドホンというのは例えばまあ飛行機の中の低音は消せるだけれども人の声はちゃんと聞けますというようなまあ広告で売られていることが多いかと思います 他に変わり種ではありますけれども実際にインタラクティブシステムとしてよく使われているものとしてパラメトリックスピーカーというのがあるのでそれも紹介しておきますでこれは何かというと超音波スピーカーなんですけれどもその超音波と元の音と掛け合わせてやってそして発生させるというようなスピーカーですそうすると何が起きるかというと実は これは基本的には超音波の音が伝わるので聞こえないはずなんですけれども実際にはこの音というのが空気と物体との界面で鍵波現象が起きるということによって超音波だったはずのものが過聴域に戻るという性質があります。これによってちゃんと聞き取れる超音波だったはずなのにちゃんと聞き取れるという状況を作れるんですね。 でこれかなり面白いです何が面白いかというと超音波の性質を持っていてすなわち、思考性が極めて高いんですね。つまり、他の人には全く聞こえないのにある人にだけ聞かせるという状況を作ることができたりします。さらに面白いことにこれはかなり細かく制御できるので例えば、右耳にだけ聞かせて左耳に聞かせないというようなことすらできるんですね。すななわち一種のの立体音響のような状況を作るることともできると ということになりますですからそういったいろんな面白い性質があることからこのパラメトリックスピーカーというのはインタラクティブシステムでかなり使われているものということになります。でこれちょっと実験してみた様子なのでちょっとご覧ください。この動画の私が手元に右手に持っている黒いものがパラメトリックスピーカーです。秋月に実際で買ってきたものです。 でこのパラメトリックスピーカーをこれから動かして実際に音楽が聞こえるか聞こえないかというのをビデオで録撮影したものになりますちょっとこれこのパラメトリックスピーカーの特徴なのか、まあ、プツプツという雑音が強く入ってしまっているんですが、まあ、そこはちょっと了解していただいて音楽がどのように聞こえるかというのに着目して聞いてみてくださいいきます はっきりと真正面に来たときに強く感じていると、で実はそれ以外にもです、ね、今の動画の中で天井に向けたときにもはっきり聞こえていたのがお分かりいただけたかと思います。つまり反射させてやるということによっても、まあ、音を届けることもできることになるわけですね。でこのパラメトリックスピーカーというのは、まあ、いろんな分野で使われているんですが例えばロングレンジアコースティックデバイスというのは、まあ、一種の鎮圧用の道具としても使われています。 これはつまりパラネットテリックスピーカーの原理を使いますとものすごい強力な騒音を1箇所に対して与えることができるので人が立っていられないような状況というのを作ることができてしまうわけですね。ですからそういった場合そういった用途でも使われているようなものだということをご理解ください。次は 3D オーディオについての簡単なお話ですで。まず一番簡単なお話をしていきますま。 通常我々が 3D オーディオを録音 3D あるいは立体的な音響をどう録音するかを考えますと普通はこういった形で2つのマイクを使って録音するわけですで2つのマイクを使って録音したものを2つのスピーカーで聞くというこういう状況が一般的な録音の方法ということになりますでこれで意外にうまくいくわけですね 意外にこんな簡単なんだけれども立体的な音響として感じることができるじゃあこれはなぜこれがそれなりにうまくいくんだろうかということを考えてみますと実はこういった状況だということが分かりますすなわちここは実はこの黒い線で描かれているような、まあ、壁があるというふうに考えてくださいでこのカバン壁の2か所に穴があるというふうに考えてくださいそうすると実は先ほどのマイクはこの壁の穴 でマイクで音を録音していてそしてスピーカーはこの壁の穴からスピーカーで音を再生しているというふうに捉えることができますつまりこの2つのマイクとスピーカーを使った状況というのは壁の2箇所の穴を使ってまあ、反対側の部屋の様子を伺うとそういう状況になっているのでまあ、それなりに立体的に感じられるというのはまあ、理解できる状況だということになるわけですね でこれが理解できると実はマイクとスピーカーを増やせば増やすほどうまくいくということも簡単に理解できますすなわち N 個のマイクロフォンと N 個のスピーカーがあるというこういう状況があった場合というのは実は壁にたくさんの穴が開いているような状況だということになるので、まあ、普通に隣の部屋の様子が理解できるということになるわけですでじゃあヘッドホンの場合はどうだろうかということを考えます 先ほどの2つのマイクで拾った音というのをヘッドホンで再生した場合にさっきのような状況が成立するかというと実は残念ながらしません。ですからこの場合一般的には頭内定位と言われていまして頭の中から音が発生するような気がするという状況が発生することが知られています。す 2つのマイクで拾って2つのスピーカーで再生するということを前提にしている場合にはそれをヘッドホンで聞くというのは 3D 的には正しくないというのがまあ、えー、いうことになるわけです。でそういった場合ヘッドホンで聞くための、まあの集音はどうしたらいいのかということなんですけれどもそれはダミーヘッドというのを使うのが一番正しいとされています。 このダミーヘッドというのは、まあ、人間の皮膚のような柔らかさを持ったような人形なんですけれどもで耳の部分にマイクが仕込まれていましてこれによって音を録音するということをします。でこの録音された音をヘッドホンで再生してやるということをしますとこれはもう完璧に記録された音音場がそのまま再生されるので、まあ、臨場感が非常に豊かなものということになります。 ですから実際に例えば CD で録音しているクラシック音楽なんかだと CD で録音している時にバイノーラル録音というようなことが書かれていたりするんですがそのバイノーラル録音で録音されているものというのは実はヘッドホンで再生することが推奨されているということになるわけです。でまた逆もまたしっかりです。 つまりダミーヘッドで録音されたものというのをそのままスピーカーで再生するという場合にもやはり我々はそれを解釈することはあんまりうまくいかないということになるので推奨されない状況だということになります。でこの辺の話というのは随分と似た話をすでに聞いているわけですね。どういうことかというと前々回か前回にお話ししましたヘッドマウントディスプレイと設置型のディスプレイのお話です。 すなわち、ヘッドマウントディスプレイの場合には、ヘッドマウントディスプレイはヘッドフォンと同じような立ち位置である。で、グランドフィックスとな設置型のディスプレイというのはスピーカーと同じような立ち位置であるというふうに考えることができるわけです。で、そういった場合に、例えばヘッドマウントディスプレイの場合には、 ヘッドマウントディスプレイ用のカメラすなわちロボットに搭載されたようなカメラがあるとうまくいくという話がありましたけれどもこれと全く対応する話というのがヘッドフォンとダミーヘッドということになるということになりますはい次に今度は音とそれから他の感覚との間の融合についてのお話をいくつかお話ししていきたいと思いますいくつかの錯覚現象が知られているのでそれの紹介ということになるかと思います 1> で1つ目は視覚と聴覚の融合でよく知られている現象ですこのまあアニメーションをちょっと見ていてください音を聞きながら見ていてくださいで、この時ほとんどの方はこの白いボールが2つが真ん中でぶつかって跳ね返っているというふうに感じられると思いますさてこの時にこの音を消すとどうなるでしょうかちょっと聞いてみてください お分かりのように、まあ、ほとんどの方は2つのボールがスッスッとお互いに入れ替わっているような状況として感じられると思います。もはや多くの人はこの時にぶつかって跳ね返っているというような知覚が成立しなくなってしまうということです。つまりこれほどまでに実は音を入れてやることによってまあ、視覚的なに与えられている状況の解釈がガラリと変わってしまうということが分かるわけですね。 これは視覚と聴覚の融合で、まあ、よく知られている現象ですで視覚と聴覚の融合ということで言うと少しマニアックなんですがマガーク効果というのも知られているので、まあ、紹介しておきますでこれ、まあ、種明かしをする前にちょっと聞いてみてくださいまずこれ映像を見ながら、まあ、何を言っているかを聞いてみてくださいいきますバーバーバーバ,バーバ,バーバ まあこれなかなかこの削減症うまく成立しているかどうかわからないんですがこれ「だだというふうに聞こえていたとすればこの錯覚がうまくいっていますで種明かしをすると実はこれは視覚的には「ガがガーとしゃべっている時の動画を使っていますでそれに対して音声は実はバーバー「バばバ」B「BABA」という音声を発しているんですね でこの2つを組み合わせた場合視覚と聴覚でそこ、まあ、が起きますつまり視覚的にはガーガーですから口が開いたままの状態のものなはずなのが音声的にはバーバーですから唇上は唇と下唇がくっついている状況じゃなきゃいけないような音が聞こえていますでこの時に、まあ、見ながら聞いてやると まうまくするとこの真逆効果として2つの間のまあ一種の妥協的な産物としてダーダーという音声が聞こえるということになります、まあ、ただこれま種明かしをしてしまうともうほとんど聞こえなくなっちゃうんですね実際にもう一度やってみましょうなかなか難しいところがあるかと思いますが、まあ、うまくすると初めの瞬間ぐらいはダーダーと聞こえたんじゃないかなと思います はい、で今度は味覚と聴覚とと聴の融合に関する話ですでこれはですねあのチャールズ・スペンスという有名なこういったクロスモーダルをたくさん研究されている研究者の方がいらっしゃるんですがでその人の有名な研究のうちの1つです。実はポテトチップスを我々食べている時にサクサクという音というのは味覚に影響してしまっているんだということを実際に実験で試したものです。 どういうことかというとポテトチッ,プスはチップスを食べているときにサクサクという音を聞きながら食べているわけですねで。そのサクサクという音を,、まあ、音をちょっとフィルターをかけて低い音の成分だけあるいは高い音の成分だけを聞かせながら実際に食べさせるということをしていると実はそのときに例えば湿気たポテトチップスを食べたような気がしてしまうというような現象が知られています。これは、まあ、面白い味覚と聴覚とと聴のの間の融合が 生じてていいるととううよなな一例として有名な現象です、はい、次に今度は触覚と聴覚の間の融合として知られている現象についてお話しします。1つ目は溶皮視錯覚と言われている現象で手をこすり合わせている時の手のこすりこすりの音を変えてやると実は手の表面の状態を違って感じるというような現象です。 ちょっとビデオを見てみてみください、まあ、ビデオを見ながら、このビデオの手と同じように自分自身の手を動かしてみていただくと一番いいかと思います。一つ目いきます、まあ、これが一つ目の、まあ、一番普通の音が聞こえている状態です。 で、二つ目の音を聞きながら、同様に手を動かしてみてください。どうでしょうか。今度は、今回は、低い音を強調しました。そうしますと、まあ、手がより汗ばんでいるような感覚を生じないでしょうか。 で3つ目やりますので今度は高音域を増やすようなことをやっていますが実際に聞きながら手を動かしてみてください。 これもどこまで明確に感じられたかどうか分かりませんがこの場合、期待しているのは高周波成分を強調するということをやってやると手がどちらかというと乾燥しているような感じ覚を受けるというようなことが知られているわけです。すなわち、覚とととと聴いいううのは実は実相互作用があるということです。 で同様にです、ね、触覚と聴覚の融合ということで知られている話としましては例えばダミーヘッドに挿入したマイクロフォンで耳を筆でくすぐったときの音を録音してやるということをしてやってその音を後でヘッドホンで提示してやると、まあ、耳に本当にくすぐったいとこれは絶対に本当にくすぐられているに違いないというような感じを受けるというようなことも知られています。 で他にです、ね、触覚と聴覚の融合ということで、まあ、うちの研究室でやった研究を簡単に紹介します。一つ目は歯磨きの音の高周波低周波を強調するという話です。これはつまり先ほどの溶皮質錯覚の話であるとかポテトチップスの話であるとかに近い話なんですが実際にこれをやってみると歯磨きの音の高周波成分を強調していると実は歯がとてもきれいだ清潔だというような感覚が増強されます。 でそれに対して低い音を提示してやるとこれはまあ何かぐ,ぐちょぐちょとまあ汚いというような感じが生まれるんですがただし、まあ、しっかりと磨こうと努力している感覚はまあ生まれるんですねなので実は最終的にはこれは低周波を増強しておいて後から高周波を増強させてやるということをやると実は最も満足感が高いというような結論を得たりしています。 2つ目、今度は右側なんですがこれはちょっとまた変わり種の研究でして何をやったかというと触覚と聴覚を同時に提示してやるということをしてやると実は和音に相当する周波数関係のときによりしっくりするということが、まあ、少しだけ見られたので、まあ、そういったことはもしかしたら触覚と聴覚でもの間で見られるんじゃないかという提案をしたような研究になります。 最後に聴覚のデバイスと福祉機器というお話を少しして、今日の話を終わりにしたいと思います。で、音と福祉工学というのはいろんな側面があります。まあ、音っていうのは随分とまあ小型に作ることもできますし。しまあ、ウェアラブルデバイスとしての完成度も高くすることができますので、そういう意味でいろんな形での副詞的なサポートというのがこれまで提案されているわけです。で、ここでお話しするのはまえ、あ、喋れない人。 あるいは聞こえない人に対するサポートそれから視覚障害者に対するサポートそれから少しだけ高齢者に対するサポートというお話ができればと思っています。でまず人工内耳に関するお話です。で英語ではコクラインプラントというふうに言います。 でこれ何かというと、まあ、耳の内耳の部分に電極を挿入してやってそして内耳の有毛細胞の部分を神経を刺激してやるということをしてるると実際に音が聞ここえるわけですでこれを使ってやると実は比較的簡単に内耳の部分が生きているような内耳の部分は大丈夫だけれども中耳の部分はもうだめだというようなそういった状況の人に対して音が聞こえる状況というのを作ることができます。 で具体的には外からの音を拾ってやってマイクで拾ってやってそれを周波数分解してやった上でそして、まあ、内耳の部分に、えーまあ、複数チャンネル例えば16チャンネルだとか、まあ、32チャンネルだとかそのぐらいのチャンネル数で電気刺激をしてやるということによって、まあ、音が聞こえるような状況を作ってやるというのが、まあ、これは実際にもう普通の手術でもってできるような現状ということになっています。 でこのビデオもぜひ見ていいただければと思います。人工内耳によってどのくらい、まあ、音というのは聞こえることができるのかということなんですが、まあ、実際に音楽を楽しむことができるレベルに達するということが知られているわけです。で今度は人工内耳とはちょっと逆と言えなくもないと思うんですが別の話として。 人口の陰頭の話というのをしたいと思いますで、これは何かというと陰頭癌というようなものによってま陰頭を摘出しなきゃいけないということがあるわけですね でそうすると、実は人の声というのはその喉の部分で震えを作ってやってその喉の震えを口の形あるいは舌の形によって音声にするということを行っているので実は、この振動源がないと音を出せない声を出せない状態になってしまいますつまりこのがんによって手術を受けた人というのを声を出せなくなってしまうわけですね。でそれに対して 振動を外部から与えてやることによって、まあ、声を出すことができるということが知られていましていろいろな製品が作られていますで。これはビデオがありますのでちょっとまあ短いビデオですが見てみてください。The only noises I can make まあ今ので見ていただいて分かったかと思いますが、この方は、先ほどの方は、咽頭が摘出されていまして、振動を作れない、だから普通はしゃべれないんだけれども、手元に持っていた振動子によって、振動を振らわせてやることによって、声を出すことができているということになるわけです。 先ほどの話というのは音声を出せない人が声を出せるようにするというお話だったわけですけれども実はそれの逆の話としまして周りに音を出したくない周りに人の声を聞かせたくないだけれどもしゃべらないといけないしゃべって例えば入力をしなきゃいけないあるいは遠くの人と電話で会話をしなきゃいけないというようなそういう研究があります。 でこれはその研究の代表的なものでサイレントボイスと言われている研究なんですが何をやっているかというと実は息普通我々は息を吐きながらしゃべるんですが息を吸いながらしゃべるということがちょっと訓練するとできるようになります。 でそうしてやると実は外に音がほとんど漏れない状況というのを作ることができてただしそれでもマイクで音を拾うことはできるので、まあ、例えば電話をかけながら近くの人にはその声を聞かせないということができるようになるというまも、あ、しい研究があります。 で今度は感覚代行のお話に移っていきます。感覚代行というのは、要はある感覚を別の感覚で変えて提示をするという研究で、実際に副式機器として多く提案されているものです。で、一つ目は聴覚による視覚の代行です。で、この右側のものはソニックガイドと言われている代表的な、 まあ古くからあるものでしてこれは何かというと超音波で周り,の周りとの距離を測ってやるでその測られた距離に応じて音を出してやることによって障害物とどのくらいの距離があるかということを人に聞かせるというような製品になります。 で右側のものは何かというとこれはボイスと言われている製品でしてこれはカメラと音とを組み合わせてやりまして単なる距離だけではなくてもう少し二次元的な広がりまでも音へ提出するということをしています。で今度は別の感覚代行として今度は聴覚が聞こえない人に対して触覚によって代行してやるという研究が実はかなり古くから行われています。 おそらく一番古くから行ったこの研究を行ったのがノア・トウィーナーでしてこれは1949年に指のそれぞれに対して違う周波数の音の情報を振動して提示してやるということを行っています。で似たような研究をベケシーという人この人も非常に有名な人なんですが,が、えー、っと腕に対して行っています。 でベケシーは実際に、まあ、人間の内磁気低膜の役割について解明した有名な人なんですがでこれまでお話したように内磁気低膜というのは周波数分解をしているとですからこの周波数分解をまあ考えてやるならば腕もまあ周波数分解された振動を音,、まあ、音の振動を振動、えー、触覚の振動として提示してやるということをしてやれば、まあ、うまいこと、まあ、訓練が必要になりますけれども、まあ、声を 認識することができるようになるんじゃないかというような研究をしていますで、そういった研究は例えばこの左下のタクタイルボコーダーも一つの例ですが非常にたくさん行われているという研究になりますで、ここで視覚障害者の音を使った障害物視覚に関するお話を二つしておきます一つはアクティブセンシングと言われている反射音まあ、音を自分で出して反射音を知覚することによって定義をするという方法です 2つ目はパッシブセンシングと言われている方法で、まあ、周囲の雑音の伝わり具合によって、まあ、周りに障害物があるかどうかというのをまあ検出しているような方法です。これれは音響的影といいう言い方もされます。 で一つ目のアクティブセンシングですがこれはエコロケーションという言い方がされていますこれもぜひ動画を見てみていただきたいんですが目の見えない男性が周りの障害物をほとんど、まあ、目が見える人と同等に認識して、まあ、スタスタと街中を歩いている様子というのがまあ紹介されていますでこの場合この動画を見ていただくと分かるんですが自分の舌で というようなま下打ちの音を非常にたくさん出していますで、この下打ちの音を使ってやることによってコウモリの場合と同じように反射音を聞き取ってやることによって周りの障害物を知覚しているということが知られていますですからこれもまあ訓練することによって下打ちをさせてやることによって周りの環境を把握するということはできるようになるそうです 2つ目の音響的影の提示による障害物検知なんですが、これはですね、結局どういうことかというと、我々の日常生活の世界というのは、まあ、ホワイトノイズのような雑音で満たされているわけですね、まあ、ホワイトノイズかどうか知りませんが、例えば、まあ、クーラー、エアコンの音であるとか、そういった音が、まあ、我々の世界には満ち溢れているわけです。でそれに対して、近くに障害物が存在すると、その雑音が、まあ、消されると。 いうことによって、まあ、周りの環境音が変わるわるけですね基本的にはちょっと静かになります。でそれによって、まあ、近くにものがあるということが分かるというのが、まあ、障害物の検知の2つ目の方法として知られているわけです。でここではちょっと動画をお見せしますが、まあ、私の研究室で昔やった研究です。ちょっと見てみてください。 まあちょっとあの動画が、まあ,あんまりいい動画かどうか分かりませんが、これどういうことをやっていたかというと、つまり最初、ちょっとホワイトノイズが聞こえていたと思います。であの時に何をしていたかというと、いろいろな方向からのホワイトノイズが耳にどのように伝わるかというのをマイクで録音しておくんですね。でその上でこの、この今の画面の人というのは何をしているかというと、そのホワイトノイズ、全方向のホワイトノイズをが足された音というのを まあ小さいい音ですすが聞き続けていますでその上で、まあ、障害物検知センサーこれは光センサーですがその光センサーで障害物を検知した瞬間に音をちょっと変えてやる音を減らしてやるその方向の音を減らしてやるということをしてやると、まあたかも気配であるかのように感じることができるというような一、まあ、つの試みになるわけです。 副式器の話を続けますで次は高齢者のサポートとしての骨伝導スピーカーについてのお話ですでこれ、まあ、製品としてご存知の方多いかと思うんですがボ、まあ、防音コンダクションと言われてまして骨を振動させてやることによって、まあえー、中耳の部分あるいはもしかすると内耳の部分に直接振動が伝わることもあるんですが、まあ、そういった形で振動を伝えてやることによっても実は耳の内,内耳の部分の耳の部分の 有毛細胞はちゃんとと活動しててくれれることを知られていますですからこれを使ってやると例えば鼓膜に異常があるだとかあるいは人によっては中耳の部分にちょっとした異常があるというような場合の難聴の場合にこの骨伝導というのは威力を発揮するということになるわけです。 でこの骨伝導というのは、先ほどはまあ聴覚障害の人に対してま、あまあ視聴力が衰えた人に対しての一つの方法というふうに言いましたが、実はそれ以外にもいろいろなまあインターフェースとしてのアイデアとして使えます。例えばこの上の2つの絵は何を意味しているかというと、実は指にリングをはめてやるで、その指にはめてやったリングに振動を伝えてやって、その振動を耳から あ、指から耳に対して与えてやることによってまあ、聞こえるとまあ、骨伝導によって聞こえるという状況を作っているものです実はこれは2005年に福本さんという方が最初に提案したものですつまり音としては本来は全然聞こえないような音なんだけれども指を耳に突っ込んだ時にだけ聞こえるというまあ、面白い状況を作ることができているわけですねつまり一種の,指,型の指輪型のウェアラブルデバイスということになります で下の2つは何,何かというと、これ、実は同じ骨伝導を今度は体全体を振動させるために使っているものです。ちょっとまあ動画を見てみてください。まああのまあ、それだけのものなんですけれども、これは何をやっているかというと、鎖骨の部分に振動を停止してやるということをやっています。 でそうしてやったう、まあ、えで、ーまあ、音楽を聴いてやるということをしてやると、まあ、非常にまあ音楽体験がが向上すするとといいうことが分かっていますで実はこれ、まあ、我々の発明というわけではなくて実は1980年代にボーンフォンという名前で、まあ、アメリカの方で発明されているというものにもなります。 これも一種の骨伝導を、まあ、聴覚ではありませんけれども実際にはこのボンホールの場合には触覚なんですけれどもそういう形で使っているものということになりますでこういった骨伝導に関するまつ、あ、一つ面白い研究があったので持ってきましたこれは何かというと後頭部に対して振動を入力してやるわけですね、まあ、メガネ型のデバイスですとそういうことができます その後頭部に入力された振動が頭の前の部分にどのように伝わるかというそういったまあ伝達性という脳を計測していると実はこれが個々人の認証に使えてしまうというような研究があったりします。ですからこれもまあ一種の骨伝導を利用したということができますけれどもその利用の方法というのが人間への感覚提示というよりはまあ人間の認証アイデンティフィケーションとして使われているということになるわけです。 はい、ということで今日は聴覚に関するメカニズムから認識の話そしてデバイスに関するお話ということで盛りだくさんのお話をしたかと思いますここに書いてあるようなレポートを次回までにしていただければと思います以上です